ティモシェンコ・スティパン・プロコーフィエヴィチ・ティモシェンコは、ロシア帝国に生まれアメリカが死国に帰化した物理学者。ティモシェンコ領の理論をはじめとして、材料力学、男性論、材料強度学、振動論などに関する業績があり、工業力学の父と呼ばれる。また、材料力学、男性、強度などに関する教科書を執筆し、これらは多数の言語に訳されて、 現在でも広く用いられている。ロシア帝国のポルタガ県のシュペトフカに生まれた。ハリコフ県のロムヌイで1889年から1896年まで教育を受けたが、この時の学友に同じく物理学者として、ナオなすワブラム・ヨッフェがいた。その後サンクト・ペテルブルク交通工科大学に入学して1901年に卒業、翌1902年から、 同大学の講師に採用された。1903年から1906年は、サンクトペテルブルク工科大学のビクトル・キロピチョーフの下で働いた。また1905年は、ゲッティンゲン大学のルートビヒプラントルの下で1年を過ごしている。1907年にティモシェンコは、キエフ工科大学の教授となった。ここで彼は、男性体の変形を有限要素法によって解く。 レイリー法と呼ばれる手法の研究を行った。またこの時期にザクツに関する研究も始めたほか、有名な教科書、ストレングス・オブ・マテリアルズの初版を発行した。1911年、時の教育大臣レフ、カッソに対する抗議文に署名したため、ティモシェンコは、キエフ工科大学の教授職を免職された。ロシア科学アカデミーは彼に、 ジュコーフスキー賞の授与と職の圧戦を行い、彼は、エレクトロテクニコルインストトとサンクトペテルブルク、運輸工科大学に講師として採用された。ここでも、男性論や針の曲げの理論、雑屈の研究を進めた。1918年に彼は、キエフに戻り、ウラジミール・ベルナドスキーが、ウクライナ科学アカデミーを創設するのを手伝い、その最初の会員の一人となった。 このアカデミーはソビエト連邦構成共和国では、ロシアのものに次いで古い。ロシア革命後に勃発したロシア内戦の最中である1919 19年に、アントン・ゲニーキン率いる白軍がキエフを占領すると、ウクライナ科学アカデミーは閉鎖され、ティモシェンコは職を失った。1920年に、ボリシェビッキがキエフを奪った後に彼はウクライナを離れて、ユーゴスラビアへ移り、 ザグレブ工科大学に教授職を得た。1922年にティモシェンコはアメリカ合衆国へ渡った。1923年から1927年までウェスティングハウスエレクトリックで研究員として働いた。あと、ミシガン大学の教授となった。ここで彼は学部生及び大学院生用の最初の工業力学の協定を創設した。 彼の執筆した教科書、最初のものはロシア語であったが、ご本生では、ほとんどが英語となった和36の言語に翻訳、出版されている。また、1927年にアメリカ国籍を取得している。ティモシェンコは1936年からスタンフォード大学の教授となった。1944年に、王立協会外国人会員に選出。 1964年に西ドイツのブッパータールへ移った。1957年にアメリカ機械工学会はティモシェンコの名を冠したメダルを創設し、第1回受賞者に機械工学分野における業績と執筆者、教育者としての貢献を称えてティモシェンコを選んだ。ティモシェンコメダルは毎年応用力学において業績を上げた人物に授与されている。 ティモシェンコは教科書の他に2冊の辞書伝、エンジニアリングエデュケーションインロシアと、アズ、アイリメンバーも執筆している。これらは1963年にロシア語で出版され、1968年に英語へ翻訳されたものが出版された。1972年5月29日にティモシェンコはアメリカのカリフォルニア州パロアルトで死去した。93歳であった。は、 パロアルトに埋葬されている。ありがとうございます。